う全然格が違うと思う。素敵な商売はないって、あれ商売だから。でも誰がどう聞いてもダービーだと思って。ダービー、それがまたこのメグの不思議、あ、違う、でマイナーなものを紹介するっていうのがやっぱりね、こういうところはね必要なの。みんなで有名なものを選んでたら何のあれもないと思う。だから普段ね知らないものを買って紹介するっていうのが大事なことだと思うんだ。ブルーノートでも隠れあの演奏者って結構いるの。で、アルフレッド・ライオンがなんでこういうねマイナーな人を選んだかっていうのはね、あのやっぱりずっと聞いていくとよくわかる。じゃあなんか今度ブルーノートの超ドマイナー版っていうのを続々見たいですね。皆さんこれが一番マイナーだというような、それを面白いですね。マイナー版のマイナーな曲っていうね。で、あのそのいかにマイナーかって、マイナー度はあの長門さんに判定していただいて。あんまりか。あのアルフレッド・ライオンの財布にお金がなかった時にマイナーだと思う。ただこの装置で聞くと より悲しくなると思うんですよ。ああ、なるほど。そのセレクトって。10分か。じゃあ、ダジョルさん、次。じゃあ次は。